ありがとうございます。こちは。いこです。それでは今回なんですけども、今更聞けないポンタポイントのため方7選この動画ではそのポンタポイントをためる方法について解説をします。結構いろんな方法はあるんですが、僕がこれまで動画で紹介した方法から厳選してお伝えしますので、すでに知ってる方はおさらい程度に、ポンタポイントを最近ため始めましたよっていう方はですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、僕もね、好きなポイントの一つ、こちらのポンタポイントなんですけども、今回お題の通り、ポンタポイントを貯める方法7選ということで、項目に分けてお伝えできればと思うんですが、まずその一つ目はこちら、提携店、そしてサービスということで、ま、おそらく、このやり方が、かなりね、多くの方が利用されている方法なんじゃないかなと思うんですけども、例えば、ポンタポイントを提携しているお店、ま、実店舗とかですね、あと、インターネットショッピングとか、ま、オンライン上でね、こういった風にポンタカードを提示して、ポンタポイントを貯めたりとか、あとネットショッピングとか、オンラインのサービスを使う 時に ポンタポイントが貯まるとか、まあそういったパターンでおそらく多くの方が貯めてるんじゃないかなと思います。もう公式ページをね、見たらいち早くわかるんですが、一番わかりやすい例はここら辺ですよね。ローソンとか、あとジャランとか、あとホットペッパーグルメとか、ここら辺でおそらく結構の方が使ってるのかなと勝手に思っております。他にも公式ページね、下に下がっていくと、ドラッグストアであったりとか、あと一部のスーパーとか、でこういった感じでね、オンラインのサービスとかでも使えたりっていう感じで、ほんとね、ポンタポイントはいろんな場所で使って貯めたりとか、使うこともももちろんできます。で 次2つ目なんですけどもこちらローソン銀行 ATM ということでねこれ結構ですね簡単にポンタポイント貯めることができるんですがローソン銀行 ATM でここに出てるように取引をしてスタンプを貯めるとそうすることで10ポンタポイント毎月ね確実にもらうことができます取引の条件としたらですねローソン銀行 ATM で出金とか入金による取引とかを行うごとに必ず10ポンタポイントがもらえるさらに抽選で毎月2000ポンタポイントがもらえるということでございますまあこれ月1回までなんですけどもその持ってる銀行 講座とかがですねローソン銀行 ATM の取引をする際に入金出金の手数料が無料であればもうただでね10ポンドポイントがもらえるんで正直これはめちゃくちゃ簡単なのかなと思いますやり方は簡単で例えば入金出金の取引をしたらローソン銀行 ATM でクーポン発行しますかみたいな選択するタブがあるのでそれをタップしたらこういったレシートが出てきますでここの問い合わせ番号というのを使ってですねあとはこの専用ページで写真を撮るかその番号を入力して画面を進めるとこんな風に申し込むという風にタップできるようになります で、実際にこれをタップすると、まあ僕はね、残念ながら抽選に外れてはしたんですけども、確実に10ポ,ンドポイントがもらえちゃうんで、これはもう毎月のポイ活ルーティン的な感じでね、やってみてもいいんじゃないかなと思います。ちなみに、スタンプが全部溜まっても、 特に特典はないみたいなことは噂で聞いたことがあります。続きまして三つ目ですね。クレジットカードということで。まあそのポンタポイントが貯まるクレジットカードの中でも、まあ代表的なカードってこれかなと思うんですが、それがこちらですね。a u p カードということで、おそらく視聴者さんでもこのカードを持ってる方多いんじゃないかなと思います。こちらのカードですね。100円で1ポイント、1ポンタポイントが貯まります。なので1%還元のクレジットカードということで、比較的ね、使いやすいクレジットカードの一つでございます。で、他にもなんですけども、その貯まったポイントをポンタポイント ポンイトトに交換できるクレジッカードもあったりします例えば代表的なもので言うと、これも結構持ってる方多いんじゃないかなと思いますね。リクルトカード1.2%還元ということで、貯まるポイントはリクルトポイントというのが貯まるんですけども、それはポンタポイント1ポイント1ポイントで交換することができます。他にもですね、こちらのマネックスカード1%還元、こちらもマネックスポイントというのが貯まるんですけども、マネックスポイント1ポイントをポンタポイント1ポイントに交換できたりとか、あとはですね、こちら三井住ともナンバレスのカード持ってる方多いかなと思います。通常のショッピング還元率 は0.5%還元なんですけどもセブンイレブンローソンファミリーマートマクドナルドでタッチ決済を行ったら5%還元なんで結構これも愛用されてる方はいらっしゃるんじゃないかなと思いましてたまるポイントは V ポイントというのがたまります。 ですが、これはですね、1ポイントから0.8ポイントにちょっと還元率下がっちゃうんですけども、ちょっと V ポイントの消化どうしようかなって迷ってる方は、ま、還元率が下がってもいいなら、とりあえずポイントポイントに交換することも可能です。あとですね、ちょっと応用編というよりかは、結構僕自身はこのやり方を使っていることが多いんですが、たまに紹介する JQ カードエポスゴールドというカードなんですが、通常のショッピング還元率は0.5%還元なんですけども、選べるポイントアップショップっていうね、エポスカード特有のサービスがあるんですが、その3つ選べる中にミクシーというのを選択、 で、この JQ カードエポスゴールドを使って m i x i m というサービスにチャージをすることで、この0.5%から3倍のポイントをゲットすることができます。なので、実質その m i x i m を使ってお買い物すると1.5%還元でお買い物ができるということでございます。ちなみにこの m i x i m なんですけども、クイックペイがね、決済できたりとか、オンライン上のね、サービスで決済することもできます。あとね、前の名称で言うと 6g という名称なんですが、もしリアルカードを既に発行されている方は、そのリアルカードで実店舗でお買い物できたりするんで、 実質ね1.5%還元でお買い物ができちゃうっていうかなりね優れもののサービスでございますでここで貯まるポイントっていうのが JR キューポっていうポイントが貯まるんですけどもその JR キューポをこのポンタポイントに交換することができますもちろん1ポイントから1ポイントを交換10日交換として交換することができますんでまあ実質1.5%還元でポンタポイントが貯めれるっていうふうに考えると結構ねこのやり方は、まあ、ある意味かなりね優秀なんじゃないかなと思います続きまして4つ目ですねこちらプリペイドカードということで順番的に後でプリペイドカードが来るんかいっていうふうに 思うかと思うんですがまあ僕がね ちょちょ紹介するこちらの aupay プリペイドカード。aupay プリペイドカード。こちらのプリペイドカードなんですけども、この aupay プリペイドカードは、発行手数料、そして年会費無料のプリペイドカードで、誰でも申し込むことができます。で、申し込む時の条件としたらですね、au の携帯電話、有機モバレルの携帯電話、au 光、au 光チュラを契約をされている人、といった方は、すぐに発行することができまして、僕の場合、au 回線持ってないんですけども、auid と au 自分銀行を開設している場合、今お伝えしたこの aupay プリペイドカードを発行する こなのでまあユー回線を持ってる方はサクッと発行できるんですが回線を持ってない方はまず講座解説から始めないといけないので。 ちょっと手間かかるとこではあるんですけども、それさえすればね、誰でもこのカードを使うことができるんで、持っておいても損はないんじゃないかなと思います。で、このカードを使って実店舗とかオンライン上で決済した場合、0.5%還元200円で1ポイントのポンタポイントを貯めることができます。で、このカードのやっぱり優秀なところはここかなと思うんですが、この AUP カードを使ってチャージした場合、1ポイント、100円で1ポイントのポンタポイント AUP カード側でゲットすることができて、そこからさらに AUP プリペイドカードで決済すると、そうすることで実質1.5%還元 でお買い物ができちゃうということですんでこのカード単体で払うよりこのプリペイドカードを間に挟んだ方が 還元率が高いので、個人的にはこのやり方はおすすめでございます。ちなみにですね、a u p a y プリペイドカードにチャージする方法として、a u p a y カード以外にも、Visa ブランドの場合はこういったカードで、まあ、チャージができたりですとか、あとは JCB ブランドですとこういったカード、あと、アメリカンエクスプレスとマスターカードのブランドであればね、すべてのカードでチャージすることができますんで、まあ、こういった方法を試してみてください。で、一応ですね、この a u p a y プリペイドカードでお買い物する場合、まあ、全部が全部のお店で利用できるというわけではなくて、やっぱり決済できないという場合も出てきます。こちらのページは a u p a プリペイドカードの利用不可店舗ということで今出てるこのページにあるですね一覧がですね AUP プリペイドカードで決済できないサービスとなっております例えばまあ携帯電話料金とかですねまあ普段ご自身が使っているサービスで決済できるかどうかっていうのを一応ですね念のため確認しておく必要がありますまあ決済できないときはね普通にクレジットカードで決済していただいてもいいかなと思いますねでは次5つ目ですねこちら AU 自分銀行ということでもう AU 自分銀行ではですねこの自分プラスというサービスが本当に優秀なんですけどもこちら ね、本当僕のチャンネルで何度も動画で紹介したことがある素敵なサービスでございましてこのサービスをフル活用することで条件を満たすことで1680ポンタポイントをゲットすることができますまその条件というのがまあいろいろあるんですがまこれらのミッションをフルで活用することによって1680ポンタポイントをゲットできますでめちゃくちゃですねざっくり例えばの話をするとですね僕の場合まあ例えばペイペイに au 自分銀行で10万円分をチャージするあとは口座振り替えとして au ペイカードの引き落としに au 自分銀行を設定してます。そして、定額自動入金サービスもね、使ったりですとか、外貨自動積み立てとか、こういったのをフル活用することで、1680ポインタフィートをゲットできます。まあ、めちゃくちゃこれね、ざっくりお伝えしてるので、過去のこちらの動画で実践動画としてあげてますんで、どういった風にポイントゲットするのという風に気になる方はですね、参考にしていただければ嬉しいです。では、6つ目、こちら、au 株価む証券と投資に積み立てということで、こちらですね、au p イカードを使って、au 株価む証券に月の積み立上限5万円まで積立を行います。で、100円で、 1ポポイインントトトなでで5 500万円積み立ててることによっをゲットできますまあ今現在ね、au とか有機モバイルであれば、プラスアルファの得点はあるんですけども、今回はね、ちょっとこの中に入れておりません。基本的にこの入れ方を使えば誰でもね、500ポイントポイントをゲットすることができます。ですが、このやり方についたらですね、やっぱり投資にはなるので、この積み立てた段階で元本あれ、いわゆる最初積み立てたこの5万円より下がってしまうっていう場合もありますので、まあ、ポイントはね、確実にプラスになると思うんですけども、積み立てた額がプラスになるかどうかっていうのは、 お約束できないとこでは、ありまますすのでででもしし行う際はははここは自己責任でお願いしますでは最後、気になる7つ目なんですけども、ポイントサイトということで、これもかなり活用されている方、もしくはね、僕が結構このやり方をフル活用してるんですけども、例えばそのスマートフォンであったりとか、パソコンを使ってポイントサイトというサービスを利用します。そうすることで、まあ、例えばその中のクレジットカードを作成したりとか、証券講座開設したり、インターネットショッピングを使うときにポイントサイトを経由したりとか、アプリをインストールすると、まあ、そういったね、案件をこなして、ポイントサイトのポイントをじゃんじゃん貯めてい きますで、溜まったポイントをいろんなポイントに交換することができるんですが、そのポイントサイトによっては、ポイントポイントにね、交換することもできます。まあ、一つね、例を挙げさせていただくと、何度も動画で紹介させていただいている僕の大好きなポイントサイト、ハピタスというポイントサイトなんですけども、まあ、このハピタスを使ってクレジットカード作成とか、証券講座開設したりとか、ネットショッピング使うと。で、ハピタスポイントがどんどん溜まっていって、交換するやり方なんですけども、このハピタスのトップページの下の方に下がって、マイページというところに入ります。ちなみに案件とか検索するときは、この検索というところを タップすれば、まあ、作成したいクレジットカードとか、証券コ構図とか、いろいろね、探すことができますんで、試してみましょう。で、このマイページというところをですね、タップすると、いろんなメニューが出てくるんですが、このポイント交換というのそしたらですね、ハピタスはですね、つい先月か先々月ぐらいから、ポンタポイントに交換できるように追加されておりまして、これをですね、タップすると、今現在、ちょっとしたね、増量キャンペーンが開催されてますね。 基本的には、1ポイント、1ポイントで交換することができます。そのハピタスポイントから、その、例えば、ポンタポイントとかに交換した場合、プラスアルファのハピタスポイントがもらえたりするんで、それがね、このハピタスのすごいところなんですよね。で、ハピタスポイントをポンタポイントに交換したら、ま、とりあえず1ポイントが1ポイントとして交換することができる。ま、10日交換できる。ですが、一応注意点としたらですね、ハピタスは月の交換上限が3万ポイントとなっておりますんで、今月10万ポイント交換しようかなと思っていても、全部が全部ポンタポイントに交換することはできませんので、気をつけましょう。ということで、ま、とりあえ とりあえずねこの7つのサービスを紹介したわけなんですが、ざっくりとね、どういった風にポイントが貯まっていくのか、ちょっと数字を付け加えていくと、まず、定型点、サービスの場合は、大体まあ、1ポイントぐらいから貯まっていきますよね。お会計した際に、まあ、ポンタポイントのポイントカードを提示して、1ポイントぐらいからどんどん貯まっていったりとか、ローソン銀行 ATM の場合は、最低でも10ポンタポイントはもらえます。出勤、入金とかした場合に。抽選に当てれば、それ以上のポイントがもらえる可能性もあると。で、クレジットカードの場合は、まあ、100円で1ポイントということで、とりあえず1ポイントからね、はめることができて、プリペイド,カードの場合 a イプリペイドカードの場合は100円で1ポイントと合わせてもともとね0.5%還元のプリペイドカードなんですけどもクレジットカード連携することで大体1.5%還元ぐらいから狙うことができますで AU 自分銀行は全てのミッションをこなすことによって最大で1680ポイントポイントをゲットできる AU 株コモ証券で投資に積み立てて最大500ポイントポイントまでゲットできるあとはねポイントサイトで案件をこなしてポイントをゲットできるですがまあ月の交換上限が3万ポイントまでということですのでなのでねまあこの5、6についたら。 毎月ねミッションをしっかりとこなすこともしくは条件をクリアすることによってこの5番と6番だけども2180ポンタポイントがゲットできるんですよねあとは日常生活でクレジットカードとかプリペイドカードとかを使うことでまあ、人によっては100ポイントとか200ポイントとかまあ、貯まる場合もありと思いますしまあ、現金出したいなっていう時にローソン銀行エーティム使えばとりあえず10ポンタポイントがもらえちゃうんでまあ、人によってはこの2180ポンタポイント以外にもかなりのねポイント数をかなり稼いでるんじゃないかなという風に思いますって考えるとね最近の ポンタポイントの勢いっっててて結構すごくなってきてますすよねね前まででこの5、6なかったですもん、ねまあ、そんなこんなで今回は僕、ゆずひこが厳選したポンタポイントの棚目、簡単7000について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。過去にですね、こちらの動画でポンタポイントがですね、万能ということで、ポンタポイントの使い道についての解説動画もアップしてますんで、 溜まったけど、どんな風に使おうかなって思ってる方は、ぜひね、こちらも参考にしていただければと思います。ぜ、ま、ひ、あ、ですね、他にもこういった方法でポンタポイント貯めてますよ、みたいなアドバイスのコメントとか、このサービスはフル活用してますっていうような感想のコメントなどあればですね、コメント欄活用していただければと思います。そして動画内で紹介したページですとか、過去動画、そしてハビタスの登録リンクに関してはですね、概要欄にリンク貼っておきますんで、また詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 Tchau.